はようございます、シカです。シカチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、タイトル通りテーブルをですねリメイクしてみたいと思います。ちょうどね、この後ろに見えるあの息子のミルクを作るための台ですけれども、あとはですねダイソーのホワイト大理石風のリメイクシートを使ってみたかったんですけど、もうさすがに人気商品とあってもう3回ぐらいですかね、あの違ういろんなダイソー行ってみたんですけど、もうどこも在庫がなくて、他のね柄はあるんですけど、どうしてもあのちょっと家具白が多いのであの白が欲しかったんですけどもなくって、もうね諦めました。ということで、あのアマゾンで購入したリメイクシートを使ってみたいと思います。 Amazon プライムで注文したんですけど、あの朝注文してもう午後すぐ届いたので、昨日届いてまだね開けてない状態で、今から開けてみたいと思います。はい、開きました。じゃーん、おっと、ちょっとね初めてなので、あのどれぐらい使うのかもちょっと見当がつかなくて、今回ですね2本買いました。大理石風のものです。こんな感じ、ベイリーベイリースティッカーっていうものです。このテーブルですけど、これオーダーメイドで注文したテーブルですけど、ちょっとね高さをあの間違えてしまって、この下のところにあの底上げしたんですね。でちょっと見栄えが良くないということもありまして、あとですね、あのリメイク私初めてですので、この四角い単純な形がいいのかなと思って、今回これをリメイクしてみたいと思います。ということで、早速リメイクの方をしてみたいと思います。リメイクね初めてなので、あの成功できるかどうかわからないのですが、もしねこの動画上がってたら多分成功してると思いますので、はい、よかったら最後まで見てください。 Let's get started。になりました。ちょっとね初心者にはあの細かい部分とか難しかったんですけれども、遠くから見たらね結構いい感じですけど、あの近くでねちょっと細かい部分を見ると、あ素人が作ったものなんだなっていうのがはい、ということで以上となりますが、ちょっとねリメイクシートあの少し余ったので
またね、他のものもリメイクしてみたいと思います。はい、では以上となりますが、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。